こんにちは、NFT アット鹿島です。今日は南米方面ですね。ローバンド南米方面の、コンディション予測を自分なりにやってるんですけども、それについてちょっと冒頭お話ししたいと思います。これは宇宙天気ニュースですね。これの、いつもこの太陽風の、項目に注目しています。で、これは見ていただきますと、この太陽風が400キロメーターパー秒ですか。これから徐々にこう色が変わって黄色くなってますけども、太陽風が高速に変化してますね。このタイミングで聞きに行くと、大抵美味しいんですね。信号が、南米方面の信号が強くなっています。で、これはコロナホールですね。太陽にあるコロナホールからの吹き出しなんですけども、それの影響と思われます。で、これが位置が大体決まっていまして、太陽は大体27日で、同じところに地球から見て、向いてきますので、大体予想通り回帰してきますので、これがこの宇宙天気ニュースの27日周期をプロットした、見やすくしプロットしたデータが出てます。で、これで太陽風の変化が簡単に予測できますので、上がりそうだなと思ったら、これを見て上がりそうだなと思ったら、なるべく無理くりでも、昔はそんなことやってましたけど、無理くりでも都合をつけて聞きに行くというようなことをやっていました。外れることもあるんですけども、一応何かの、お役に立てればと思いましてアップします。というわけで、コンディション予測については、そんなの知っとるわーいとかね、当てにならんとか、いろいろ意見はあると思うんですけども、軽く聞き流してください。で、これは昨日撮ったやつなんですけども、やっぱり信号は強めに、1割2割強めに来てましたので、一応、さらっと紹介します。3310なんですけど、電信局が出てきちゃって、台無しなんですけどもね、信号強度だけということで。で、こちらが今、60メーターバンドの方ですね。ちょっと聞いてみたいと思います。
はい、というわけで、ちょっとキランバはダメですね。分離できません。少し普段よりはあの信号が上がってるかと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。